海賊ラジオレッツ力船。はい、船長の大野瀬太郎です。瀬太郎の海賊ラジオオンユーチューブレッツ力船特別出航です。日本列島が梅雨に入りました。鬱陶しい朝を迎えておりますが。どうも、先週の水曜、そして昨日の日曜。レッツに試合ありました。いやー。すっきりしませんね。 先週の水曜は天皇杯の2回戦、関西大学と延長まで戦って、やっとの思いで、一体で振り切りました。コマバスタジアム、ブーイングの嵐でやりました。これはこの動画でお伝えした通りです。で、この動画へのレッズクルーの書き込みでも、 機能しない外国籍選手。それから大学生に1対1、デュエルで負ける悲しさ、などなどの書き込みもありました。そして期待の早川順平。順平はあの鹿島戦の後に代表でフランスに飛んでいたんですね。まあ彼が入っていたとしても、 大きく変わった天皇杯ではなかったかもしれませんまあそういったいろんな積み重ねがあって日曜日昨日敵地の三沢で現在 J リーグ最下位の横浜 FC と対戦しました横浜 FC の選手の中には退去して押し寄せるであろう 売られてのサポーターを黙らせてやる。そんなモチベーションで臨んだ選手もいました。そう簡単な試合にはならないだろうと思っていたんですが、いやはや、フラストレーションがたまる試合結果になってしまいました。で、試合前に恒例のダゾンのマイクの前でマチエ・スコルジャ監督は、 かなり警戒してこう言っておりました。厳しい日程の中、開幕同様、一試合目と考え、90分間、集中していきたい。横浜 FC は、川崎にも勝っているし、ブラジル選手が出場してくる。とてもクリエイティブだ。集中してゲームに入りたい。こういう、警戒心で、 ダゾンのマイクに語っておりました。もちろん、選手たちも、ふわっとした気分で入っていったわけではないんですが、もう皆さん結果ご存知のように、0対0、スコアレスドローでした。まあ、アウェーでね、勝ち点字というのは、これ、最低限の仕事はしたと言っても、よろしいと思うんですが、問題は90分通しての、 サボーターのストレスですよ。だから水曜日の天皇杯で溜まったフラストレーションを、この横浜 FC 戦で全て晴れ晴れとなればよかったんだけれども、その上塗りをするような試合内容と結果に、試合が終わった後、再びサボーターからは選手にブーイングの声が飛びました。まあ、それについて、坂井宏樹選手は、 不甲斐ない戦いを詫びるとともに、こういうことも言っております。アウェイの地で、ヴィッセル神戸に勝つこともあれば、こういうこともある。これがサッカーだと、こう語っておりました。そうなんです。でもそれがなかなか納得できないのが、ウラレズのサポーターではないかと思います。それでは先発メンバー、このような組み合わせで、マチェはこの試合に臨みました。ご覧ください。 順平、財王は代表でおりません。から、補正カンての名前もありませんね。ギニア代表で呼ばれて、不在です。それでは、例によって、私が試合を見ながらメモした、そのメモ用紙を中心にして、ざっくりと試合を振り返りますがね、今回ほとんどメモてるところがなかったんですよ。とりあえず、こんな感じで試合は進みました。まあ、横虫がね、 前からあんまりプレッシャーかけてこないんで、ボールを握る時間が試合の立ち上がりから多くなって、久しぶりに裏ペースで試合が進んだんですが、でも考えてみると、どうもこれ、横浜 FC の戦略だったかもしれない。持たせても構わないという戦略なんですかね。ボールを持っても決定的な場面がなかなか生まれませんから、人数かけて5人のブロックを敷いて、 鉄頭鉄尾、売られずの前線の選手の侵入を許しません。で、0対0であっという間に45分過ぎて折り返します。前半のスタッツをご紹介しますとね、ポゼッション率、売られず61%です。シュートも、裏は8本、横浜 FC4 本。ただ、ゴールマウス、枠内に飛んだシュートは、互いに4本ずつとなっておりますから、 前半、浦和レッズがボールを持って一方的に攻め込んでいたというわけではないというのがこのスタッツからもわかります。だから横浜 FC のプラン通りに進んだということがこの数字から分かってくるんですね。腰淡々と彼らはカウンターを狙っておりました。小ナー浦和5本。 横浜 FC はレ、レーまあ、今シーズンのレッズの場合は、崩せなかった場合には、いわゆるプレースキコーナーキック、フリーキックから、ゴールという機会が多かったんですが、この試合、それもなりませんでした。で、後半は、町への指示は明確です。サイド、それも大久保と坂井博樹の右のライン、こちらに、 ボールが集まりまりす特に大久保がチャンスをつくんで、自らあのボックス内に切れ込む、そんな場面が何回か見えます。と同時に、左の関根もチャンスを作ります。横浜市のセンターバックのあの5枚のブロックを、守りを剥がしにかかります。で、67分、小牧から林選関根から小泉、77分、伊藤敦樹を下げて、高橋栃木。 J1 リーグ初ピッチ起用です。82分、大久保から小木原とメンバーを変えます。まあご存知のように今シーズンはマチエ・スコルジェ監督の選手の起用法、前半、後半、どちらかというと後半にここぞという場面で選手を入れると、その選手が躍動する。そして全体が活性化して逆転、勝利というケースが 多い印象があったんだけれども、残念ながら、今回はそれは表現できませんでした。逆に、アディショナルタイムには、横市が2度チャンスがあって、ヒヤッとする場面もありました。決して、楽な0対0、惜しい0対0の引き分けではありませんでした。結果、鹿島戦に続き、スコアレスドローでやりました。 マチエ・スコルジャ監督は何を語ったんでありましょう試合が終わった後のダゾンのマイクの前では勝ち点2を失ったという話し方から始まっておりましたが記者と正対して会見でどんなことを話したのかマチエの言葉今回少し長いですよ。我々にとって残念な結果となってしまいました。 やろうとしていたことがうまくいったところと、そうではなかったところがあった試合でした。横浜 FC の強力な武器であるカウンターを止めるところはうまくいっていたと思います。しかし、攻撃面ではビルドアップのところ、そして特にファイナルサードのところでもっとハングリーにプレイしないといけないと思います。クロスを上げる場面ありましたが、 ペナルティエリア内の選手が一人だけということがありました。相手ディフェンスラインの前で足元で受けようとする選手が多かったんですが、もっと背後に抜けていく選手も必要だったと思います。前半のペナルティエリアライン付近からの安い回トのシュートなど、危険な場面、いくつかは作っておりました。後半の友、大久保、 の場面もありましたがセットプレーの後でラストバランスのところが足りなかったのかなと思います得点するためには決定機をたくさん作ることが必要だと思いますが今日はそれが少なかったと思います、まあ、今シーズンのマチエ・スコルチャ監督の会見のチーム全体のこの試合の振り返り方いわゆる総括ですねこれ ことによったら一番長い印象が私はあるんですよ。こうして手元にレンズブレスから入ってくる情報をお伝えしていてね。そのぐらい彼自身の中にもたまったものがある。そういうような気持ちでの会見だったんじゃないですかね。で、記者からの質問にはこう答えます。前半、小書のスピードが 上がらない原因をどのように見ていますかこの質問はたびたび問いますね。今季ね。すると、町へは、途中までのビルドアップはそこまで悪くないと思いますが、ファイナルサードに入っていたところのスピードアップは確かに足りないと思います。え今日は伊藤敦木や安井海斗、それからウィングの選手たちで背後を狙おう、裏抜けしようという話をしていたんですが、 あいよりパスを出せるタイミングになっても、足元で受けようとする選手が多すぎたと思います。例えば、コルギ心臓が少し降りてきて、相手のセンターバックを引き出そうとしている時に、そのスペースを安井カイトが狙うという場面が、今日の試合では見られませんでした。ここ数週間、試合前の戦術練習があまりできない、セッション数をあまりかけることができない状況で、 練習ししてきましたここで1週間空くことによって少し戦術的なところをリフレッシュできる状況になりますからよかったなと思っておりますとマチェスコルジ監督のこれが今回の記者会見の全てですまあ厳しい日程であることを我々は納得していても やはり、最後の2試合の天皇杯の関西大学戦と横浜 FC 戦については、選手同様、連戦の疲れが、こういう気持ちに繋がってしまっているのかなと思いますね。選手も多分、ストレスが溜まっていると思う。監督も溜まっていると思う。そして我々も溜まっているんですね。 我々もちょっと2日間ぐらいレッズのことを頭の中からすっと切り離して空っぽにして2日間ぐらい過ごしましょうかね。この動画見終わったらそうしてください。えー、選手たちも厳しいと思います。伊藤敦樹のコメントが入ってまいりました。こんなことを敦樹は言っております。引いてくる相手を 崩せない。そうした課題が出た試合。連戦で十分に練習する時間が足りず、攻撃の練習がほとんどできていない。クロスを上げるにしても、ペナルティエリア内に十分な人がいない。いい時、点が取れている時は、ペナルティエリア内に3人4人と入っている。攻撃の形がまだないのかもしれない。相手が引いて、ブロックを引いた時のアイディアがまだない。 高い位置なら飛び出してうまく崩せるが相手がペナルティエリア金でブロックを敷いた時のアイデアが欲しい勝ち点を落とした試合だと思うのでこれ以上落とさないようにしたい安井海斗のコメント手を持てるチャンスはあった決めきれるところで決めないといけない 前半の36分、38分のマイナスでパスを受けてのシュートや、ひろき君のところもそうだが、セットプレーでも決めきれないのはもったいない。記者から、ズレのようなものは連戦による疲れなどが原因かと聞かれると、そうかもしれないが言い訳にしか過ぎない。守備ではゼロに抑えられたが、 得点は取れるところは多くあったと思う。で記者が「会見でも監督から話が出ていたがもっと背後を狙ってもよかったのではないか」と記者に聞かれるとカイトは「新蔵さんが降りてきて相手センターバックを連れてきてできたスペースを自分や敦貴君に入ってもらいたいとハーフタイムで言われた」 そこを意識して、心臓さんの動きを見た。よくは、なったけれども、連携がうまくいけば、もっとスムーズにできる。と安い回とも、大反省であります。それでは大、大久保とも、大久保友明の話です。ゴールできなかったのはなぜかと聞かれると、 局面だけ見ればチャンスもあって良い攻撃もあったけれどもペース配分で全体的に力が残っていなかった今日はカウンターっぽいチャンス多かったというか相手を押し込んで崩すというよりは相手が出てきたところで背後をつく感じだったただ少しずつズレがあったり落ち着きのない感じになったのが点が入らない理由なのかなと思うここから急激に上手くなる 技術的にすごく上がるということはないと思いますが日々積み重ねていくしかない連戦だとどうしても前の試合の印象が残ってしまうんで頭で考えてしまうみんな一度頭をリフレッシュできればと思うと友はこう語りました少なからず天皇杯の関西大学との一戦の悪い影響が選手のそれぞれに残っていたのかも 知れませんね。あとはやはり、否定したとしても、この7連戦の疲れというのが、いかに厳しく彼らの心身にのしかかっていたか、ということも、我々は理解して、あげようじゃありませんか。まもなく、半分終わるわけですから。ね。さあ、それでは、レッズクルー、サポーターの、 どんな思いであの試合を振り返っているのか。赤井サンタクロース。7連戦の最後はスコアレスドロー勝ち点1。こういう試合を勝ちきれないと上位との差が詰まることはないでしょうね。今、町江監督による試行錯誤の時でしょうが、勝ちたかった。スケク。点が取れません。重傷です。 天皇杯大学生を相手に延長でやって行って。そして最下位横浜に行っても取れないなんて。優勝を口にして優勝を目指すとするならば、それなりの攻撃を見せてくれ。シュートを打ってくれよ。兄さんの赤い彗星。勝ちきれない試合が増えてきたかな。守備は良くても、 最後の決め手が決まらない。ただこの7連戦、4勝3分けであったことを今前向きに見たい。ここでリフレッシュして、息を吹き返してもらいたい。だから関西大学と横浜 FC のこの2試合だけを7連戦でクローズアップすると、とんでもない欲求不満に陥るわけですよ。でも、 ニーザの赤い水星が寄せてくれたこのお便りのように、この7連戦4勝3分け、普通の状況だったら、あっぱれじゃありませんかあの、アジアチャンピオンズリングを戦って、アジアチャンピオンになった後の7連戦で4勝3分け、私はあっ,っぱれだと思いますよ。でもね、わかんの。 関西大会相手に必死になって、やっとの思いで勝ったあの天皇杯と、最下位の横浜牛に0対0のドロー、もっともっとを求めるから、列にサボーターは。でも、冷静に考えると、すごい数字だよ。アジアチャンピオンになった後、間髪入れずに7連戦始まってるんだからね。ワスランナだ。 横浜 FC 戦勝てた試合だった序盤横浜が押してくる展開から徐々にレッズのペースになりましたただチャンスは作れていたのに決めきれない結局終始この展開での引き分け勝ち点2を失った優勝するためにはこのゲームは落としてはいけなかった気を引き締めていこうウィア e レッズとワイヤースランナーですあのレッズより前を走っている上位チームとの勝ち点差の 計算をするとね、それは貸したかったよ。ヨハウェ新戦は、それは貸したかった。でもね、まだ半分あるから。で、ね、レッジ、みんながいいサッカーをしていたけれど、決めきれなかったのは残念。とも、関根も、吉雄も、林戦ンンも、チャンスは作るけれども、決めきれなかったのは残念。安性にはもっと決めに行ってもらいたい。ディフェンダーは完璧ですが、点取らないと勝てないので、 もっと前の選手頑張りましょう。これで7連戦が終わりましたんで、少し休んで、勝ちにこだわり、行きましょう。出バンが笑う、勝ちに等しい引き分けと、負けに等しい引き分けがあるとしたら、明らかにこの試合は、負けに等しい引き分けだったと思います。7連戦、勝敗、結果4勝3分け、すりだけ見ると決して悪い結果ではないと思いますが、 なぜかすっきりしないのは私だけでしょうかこの順位の相手に勝てないと優勝なんて、サッカー本来点を取り合うスポーツ。負けないけれど勝てないサッカーより、相手より一点多く取って勝つサッカーをしてもらいたい。裏は、頑張れレバンが笑うのご意見です。まあ、裏レズはね、いろんなことを要求されるクラブだから。ただ、その要求に一つ一つ、 答えていきながら成長してきたクラブでもあるんでね。いろんなリクエストかかると思いますが。一つ一つそれをサポーターに答えてください。クラブとチームが一丸となってね。M&M、三沢球技場、賛成しました。いやー、7連戦最後勝ちたかったけれども、負けなくてよかった。冷静お疲れ様でした。休んで清水に勝って、 ルヴァンのグループステージ突破しましょう。そうなんですね。次はルヴァンカップの最終節、清水戦です。これに勝ってグループステージ突破することが当面の目標となってきます。ジョンです。上位に食らいつくために重要な横浜 FC 戦。崩しの質が上がらなくて、得点への匂いが薄かったゴールが遠い。守備陣には感謝。攻撃陣はもっと危機感を持ってやってもらいたい。 夏の移籍ウィンドウ、待ち遠しくなります。7連戦お疲れ様でした。東松山の我慢です。ここ数試合の固定メンバーともいえる顔ぶれがスタメンに並ぶことになりましたが、全体的に重いという印象が否めませんでした。本当に仕方がないと思います。ACL 優勝から連戦が続き、また過去の2度の ACL 優勝後のシーズンと違って負けが少ない好成績です。しかし、スコルチャ監督は、 これからが正念場なのかなと思います。少なくとも負けないという呪縛にかかってしまうこととの戦い。後半に切る交代カードで局面を打開する流れが得点という結果に結びつかない時が続いた場合の焦燥感。我々サポーターも耐えなければいけないところではあると考えております。間違いなくトップチームの選手層は熱いです。出場機会をもらった選手がどれだけチームに馴染んで結果を出せるのか。プレーを楽しんで良い結果に結びつけてもらいたい。 来週の清水戦、どんなメンバーになるのか、チャンスをもらった選手の活躍を期待しています。アッパー10人、三つ沢に行ってきました。しかし点が取れません。怒涛のノレ戦は4勝3分けと無敗だったのですが、決して気持ちが前向きになったわけではありません。現地で見て感じたのは、西川を含めたディフェンス陣、岩中心としたビルドアップ、コロキシのポストワーク、素晴らしかった。ただ2列目の選手の動きが、 いまいち噛み合っていないように思えます。前回、船長が強調していた夏の補強ポイント、まさにそこだと思います。噂が上がっている選手もいますが、果たしてどうなるのか、フットボール本部の方々に期待したいと思います。次のルヴァンカップの清水戦も、とても大事な試合です。今、カテゴリーが違う相手ですが、アウェということもあって、簡単なゲームにはならないと思われます。ゴールをしっかり上げて、勝ち試合、期待しますという、アッパー10人の 声かけですそして勇気を小川次はルヴァンカップの第6節清水エスパルス戦です負けないように応援しますというお便りをいただきましたアパジュニもお話ししてくれましたがそう先週私申し上げました今回も申し上げます今の 売られずの補強ポイントは、とてもとてもシンプルです。二列目に役者がいないわけではありません。関根魅力的です。秋元だって、オ木との組み合わせで、左サイド駆け上がってきた時のプレーは、躍動感があります。右の大久保だっていい選手です。 そして坂井博樹との絡み、素晴らしいです。でも常に彼らが100点満点のプレーできる保証はどこにもありません。怪我もある、疲れもある。それ考えたら決してそうはつかありません。シンプルに考えましょう。売られずの補強のポイントはたった一つです。名前ではない。 確実に点が取れる。点を取れるお膳立てができる。ポイントゲッターの獲得です。これができれば、私、タイトル取れると思います。そのぐらいに、守備から、岩尾健を中心とする試合運びは、かなり成熟してまいりました。フットボール本部の 躍動が待たれます。それでは、今回セルジオ・エチゴに一言。ななその通りです。さあ、残りあと半分ちょっと。ネバーギブアップ。信念を持ち続けていこうじゃありませんか。 チャンネル登録よろしくね